大和天南省は、里芋家天南省族の多年層。別名、軽井沢天南省。葉は二個付け、端軸が発達し、鳥足状に分裂する。仏縁方言部は、強三角形で細長く、後編部は狭く反曲する。玄部内面に縦に隆起する細かい脈がある。下女付属体は細く、紫褐色の斑点がある。小型の株は、お花を付け。 同一のものが大型になると、目花女、または、両性果女をつける、死有に世種で、オカ部からメカブに完全に、性転換する。植物体の高さは70センチメートルに達する。偽セ部は長く、鞘女用や、偽セ部は単力色で、時に紫色を帯び、普通ほとんど半模様がない。葉は2個付き、全体の形状は、関東マムシグサーリサエマセラアタムに似る。 両芯は鳥足状に7から15小葉に分裂し、小葉間の端っこが発達し、小葉は長ょ円型から非新型で、長さ5.5から20センチメートル、先端及び基部は尖り、円は全円か不揃いな巨脂がある。下記は6月頃。葉と果樹を地上に出し、葉が先に展開し、仏円法は遅れて開く。果樹柄は普通洋平部より長く、果樹は葉より高い位置につく。 仏縁法は、長さ13から20センチメートル、仏縁法下部の5分の2は巻いて、単色の仏縁法頭部となり、仏縁法後辺部は狭く、反極するか、ほとんど、反極しない。仏縁法縁部は普通黒色から紫褐色で、稀に緑色で、白い乗線がある。縁部は、強三角形から三角状況乱形で、先は前方に伸びるか、やや下方に垂れる。 玄武内面にうねって著しく、縦に隆起する細かい脈がある。果女付属体は、長さ6.5から8センチメートル。果女の上部に、長さ3から8ミリメートルの柄があり、細胞状になって直立し、時に、上部は前方に曲がり、紫褐色の反紋がある。染色体数はニエヌイコール28。日本固有種。本州の関東地方。 中部地方、近畿地方の内陸部に分布し、落葉広葉樹林の林芸や半湿地に生育する。近畿地方では、奈良県宇田郡を中心として、比較的狭い範囲に分布している。一方、長野県軽井沢町産のものは、はじめ軽井沢天南省有沢島の遠世中井と、され、軽井沢周辺に普通に分布し、個体数も多い。現在では、軽井沢天南省は、 本種と同一の種とされている。軽井沢周辺での本種は、仏縁方言部の色や長さなどに大きな変異がある。この変異の一部については、山里マムシグサーリサエマジェディアホームなどとの自然交雑の可能性があるという。和名山和天南省は、山和天南省への意。中井武之信が、新種記載した、際の新タイプは、 カスガ山及び室尾山で採集されたもので、いずれも奈良県のもの。仏縁方言部内面にうねって著しく、縦に隆起する細かい脈がある点において、関東マムシグサーリサイマセラータム、大マムシグサーリサイマタケダエ、山里マムシグサーリサイマジェリアホームに似る。全三種と本種の違いは、本種は仏縁方言部が、強三角形から三角状況乱形で細長く、 物縁方向偏部は狭く、反曲するか、ほとんど反曲しないこと、過剰付属体が細いことであり、その他の点においては、全3種に似る。ありがとうございます。